例年通り今年もこの地この流れからスタートします。それではね、まあ、この辺からちょっと始めてみようと思いますね。もう何しろね、去年のオフに入った10月から一回もロットを振ってないものですから、フィールドに立ってね、思いっきりロットが振れるだけでも幸せですね。はい、じゃあそれでは2022年スタートです。今日はですね、3月の第2週の週末です。まあこの時点でね、釣れてないです。とにかく釣れてないです。去年以上に釣れてないですね。まあアンテナショップの越前さんでカウントされているのが3つですか。それから大型チェーン店で1つ、まあその他ね、公にされてない情報なども含めても、まあ、いわゆる積み手してないような状況だと思われますね。まあということで今日はね、結果を求めるのはなかなか酷だと思いますので、まあね、大なり小なり変わるこの比較的河口に近い北陸河川のねポイントをある程度リサーチしておくことと、何よりね、まあこのロットが振れることの充実感を味わって、キロにつくことになるのかなとは思ってますけど。まあ1万には及びませんでしたけど、9千歩、歩き回っても結局ダメでしたね。まあ初日ですからね、こんなもんでしょう。セカンドステージはすでに4月に突入してます。まあファーストステージの後、中2週明けてますけど、
豪雨による増水やなんやらで見送りましてね、今日に至るわけですけど、まあ4月といえばね、ぼちぼち桜も咲いて、ハイシーズンに突入するわけですけど、まあ昨日の夕方あたり2本上がったみたいですけど、まだ厳しい状況は続いてますね。まあこのね3月の後半ぐらいからの増水っていうのは、渓流の世界では魚おこしの増水などにも言われますけど、まあここ九頭竜ではね、サクラマスはそう状況ですので、まあ河口付近にいる魚のね遡上を促すような呼び水となるのが春の増水になるわけで、まあ、たくさんのねサクラマスが流れに入ってきていればチャンスはあると、まあそんなところですよね。3回目の九頭竜川桜松は、4月の2回目の週末になりましたね。まあ相変わらずね、雪潮の恩恵も受けてか、今年はまあずっとね水量は豊富な状態が続いていますけど、まあ釣りの条件としてはね、まあこの方がいいんですけど、まあ、ただ釣り人目線では、ね、ちょっと釣りにくいというところなんですけど、なかなかね、川通しができなかったり、思うように攻めきれないというところもありますので、まあ、その辺ちょっとね丁寧に探ってみたいと思います。この辺りは結構良さそうですよね。こういうところで出てほしいですよね。
来ました。あ、濁りの添えがかりかな。魚でしたね。まあ例年であればね、もう本当今これからハイシーズンでね、一気にボルテージが上がってくるところなんですけど、まあ非常にね寂しい状況ですよね。まあ季節の進行はね、それぞれの年で違いはあるわけでね、去年はまあ春の進行が非常に早かったですけど、今年はまあ昨年に比べるとね遅いというか、まあこれが例年並みというのかね、まあ桜は今ちょうど満開を迎える頃になってますけど、今日ね日中の天気も晴れで暖かくなるような予報ではありますけど、風は少し冷たいですね。それからね、まあこの頃になると、うまくいくとね、遡上してきたチアユの群れなんかも結構見ることあるんですけど、今のところね、まあ、小さな塊は一つ見ましたけど、まあ、それ以外アユもあまりね足元に見えないですし、アユの遡上も多分これからなんでしょうね。まあね、一度刻んだところはあまり二度とやらないタイプではあるんですけど、少しちょっとねここのポイントは気になるので、もう一度刻み直してみたいと思いますね。昨年はね、まあ、4月の第1週の週末にまあここで1本取ったわけで、まあ、その後ねコゴミなんかも取って帰った記憶がありますけど、まだ今年はコゴミも全然出てないのでね、例えばサクラマスが取れなかったとしても代わりの土産もないというような状況ですよね。昨年とねちょっと流れ変わってますけど、水量が左岸側の方に寄ったものですから、ちょっとこちらの方がね水量少なくなりましたね。あとはまあ遡上魚ってね、遡上する時のルートっていうのがある程度決まってくるんで、こちら側のルートを通って上がってくるかどうかってところですよね。下流側の流れを見た感じではこちら側にも入っても良さそうな感じでしたけど、どうでしょうね、こればかりは魚に気に入らないとわからないですね。この地方も桜ご覧の通り満開ですけど、
午後の部ですね。まあ今日ね、4月に入ったってことで中流域からスタートしたんですけど、まあ気配なかったので、午後は下流域の方へ降りてきましたが、まあこの判断がね、一緒出るか京都出るか、それでもどこでやっても一緒ということなのかね、行きましょう。ねえ、まあこんな状況であると無駄な抵抗に近いような、感じさえしてしまいますけど、まだまだもがきたい自分がいますね。2日目の朝を迎えています。昨日ね、一通り回った中で、まあ一番良さそうに感じたところからやろうと思いますが、今時刻は6時ですね。もう対岸側にはすでに3人のアンデランさんがいますけどね。じゃあ始めてみますか。まだちょっとの時間早いような気がするんですけど、まあ今日はね、休日ということもあって、橋の下の対岸側に3名ですか、それから橋の上の対岸側にも3名ということで、まあね、こんだけ釣れてないクズ流でもやはりね、これだけの人がやってくるというね、まあそれだけのやっぱり価値観を求めて皆さん訪れるんでしょうね。まあ、慈愛の関係もあると思うので、あまり慌てずやりたいと思います。まあね、こうやって観察してますと対岸が6人いますけど、まあ誰一人とロットは残念ながら曲がりませんね。まあね、そんなシーンが見られれば私も少しテンション上がってくるんですけど、場所を変わってみましたけどね、下流域の方が比較的空いてますね。思ったより人がいないですね。まあ一通りね、朝一は叩かれた後だと思いますけど、こうしてね、いろんなポイントをね攻め歩いてて、まあここちょっと良さそうだなとかね、そんなポイントはたくさんあるわけですけど、
まあなんていうかな、気配というか雰囲気というか匂いというか、なんかこう五感で感じるようなね、まあ本当微妙なことなんですけど、流れの方からね訴えかけてくるようなものがないんですよね。ね、この土地の朝の風景を見るのもね、もうすでに5回目を迎えます。もうねぼちぼち期限も迫ってきてますのでね、なんとかしたいんですけど、始めてみましょう。今朝ね、駐車スペースに着いたのが、まあ、5時半ぐらいだったのですが、まあ、車を止めた時にね、まあ、前方からネットの中に桜の背を入れたアングラさんが歩いてきましてね、まあ、朝一早々に引っ越したということで、まあ、ちょっと私もテンションが上がったんですけどね。もうシーズンも残り1ヶ月少しですか。まあ今ハイシーズン真っ盛りではあるんですけど、まあ越前さんが飾ってる桜マスもね、まあなんとか積み手はしてますけど、まあですけどね、少ないですよね。今日はね、なんかこういいですね、落ち着いた感じの流れでね、まあ水自体はね今までとそれほど変わらないんですけど、雰囲気としては少し上向いてるような気がするんですけどね。まあ、いい魚が入ってきていればね、まあ、一発で食ってくると思うんですけど、今ちょっとバレてしまいましたね。悔しい。もう一回来ないかな。アクションに入れてたわけでないのに、なぜバレてしまったのかね。まあショートバイトだったのかな。まあね、ちょうどアクション入れた時に食らいつくとね、腹筋が浅くてバレるってことあると思うんですけど、今それほどねアクション入れた時ではなかったんだよね。
厳しいですね。久しぶりにね、水位が80センチ台にまで落ちたので、まあそれでもね、平水よりは30センチぐらい高いには高いんですけど、まあただずっと1メーター近くあったやつが下がったということで、若干ね釣りやすくなったという、まあ条件としてはいいんじゃないかなと思うわけですけど、まあ先ほどバラしてしまったので、まあそれほどね甘くはないですが、もう一度流し直してみたいと思いますね。ロマンを追うこの桜ステージもね、とうとう片手で数えきれないほどになってしまいましたけど、今日はね、まあ4月後半の週末ということで、17年前のね、ちょうど今日ですね、初めて桜マスを、手にしたという、まあそんな巡り合わせの、今日になりますが、ね、まあ本当に厳しい中で、5回何事もなきで終わってますけど、女神は微笑んでくれるんでしょうかね。
なもんだね。うぐいですね。期待させやがったぜ。いやー残念、丸太うぐいでしたね。なかなかね、当たりの遠いサクラマスの釣りの世界ですのでね、唯一の当たりがあると期待してしまいますけど、まあかかった瞬間ね、今体をくねらせながら下っていくような鼓動が伝わったので少しだけ期待したんですけど、残念無理ですね。がね、下がった関係からこの JR の下の左岸ですけど、かなりいい感じですよね。こんな時に出てほしいんですけどね。まあいかんせん流れは複雑なのでね、ちょっとルアー通すのにはね、一工夫も二工夫もいりますけど、そろそろね、まあ帰り自宅の時間ですね。まあ今年は残念ながらね、サクラマスに出会えることはできませんでしたね。まあ一昨年、昨年とね厳しい中なんとか出会えて、今年釣れば5年連続というところだったんですけど、さすがに今年のこの厳しさにはね太刀打ちできませんでしたね。まあでもね、まあ、この厳しい状況、逆に来年以降の方が心配ですよね。こんなことが続いてしまうと本当に九頭竜川のサクラマスは幻的存在になってしまうのかっていうね。まあぼちぼちゴールデンウィークもやってきますので、例年のパターン通り渓流の方へと
シュートチェンジしたいと思います。さあ決めますか。残念。